先日ですね、キーホルダーの抽選結果、当選された方、どうもおめでとうございます。当選されてない方はですね、本当に残念で、ちょっと全員にお配りできなかった僕はですね、心苦しいところではあるんですけれども、まあ、そのね、当選された方でですね、いつ送るのって思う方いると思うんですよ。ね、いつ送るのみたいな。で、その当選された方の発送の日なんですけど、クリスマスに届くぐらいに発送したいと思います。一応キーホルダーはですね、僕からのクリスマスプレゼントっていう形なんですよ。だから22あたりをですね、目標に発送したいと思います。今の勝利でですね、5500台突破しました。いやー、5500台、嬉しいね。多分ね、これで負けて5500台切る予感しかしないんですけどね。今更だけど言っていい？このね、スーパーマリオメーカー2、みんなでバトル作った人マジ天才だと思うんですよね。何この一番最初にゴールした人の勝ちみたいな、すごく面白いよね。すごくね、考えはシンプルなんですけどね。最近ツイッターでね、コメントって言いますか、すごく面白いコメントがありまして、抽選で1名様限定、僕とディズニーランドで2人で遊ぶ抽選を行ってくださいっていうね、コメントがあったんですよ。いや、それ見て笑っちゃって、いやいやいや、ちょっと待てよと、僕と2人でディズニーランドで1日、それは女の子だったらまずデートになってしまうし、男の子だったらね、僕と2人でディズニーランド誰が求めるんだと思ってよし、 OK、 さっきのお返しだぜキノピオ。よーりゃで、このまま上、ちょっと待って、やばい、チャカジャンしてなかった。ちょなんでルイージそっちに行った、ね、絶対やられるって分かったでしょ。これはこっちだね。これでいいこれで僕は投げれないね。みんな僕をこれで投げれません。チビじゃなくてよかったね。よし、オッケー、このまま入っていく。多分ボスいるんだよな。でもオッケーで、このまま、いや、もう当たっていい。よし、ナイス。うわー、当たってしまったことによってちょっと遅れましたけど、もう一回僕ここでアイテム取っていきたいんですけど、ちょっと待って、アイテム取っていきます。アイテム、よし、オッケー。あ、待って、置いていかないで。あー、待って、見てなかった、置いていかないで。マジかよ。まあまあ、さっきも言った通りですね、きっとここボスがいると思うんですよ。あれ、なんだこれ。はっ、え、なんこれ、熱い、こっち。はっ、いらねー。全然いらねー。待って、ボスはどうせ戻ってきてって、早く戻ってきてって。何やってんのキノピオ。こっちだよ。これみんなでやり直しだね。みんなでやり直そう。もうドスいないよ、これ多分やり直してるのは無理ばい、これ。あ、ドスいるじゃん。ちょっと待って、いや、そう、僕投げるよ。うわ、待って、僕みんなでやり直ししてるんだけど、大丈夫？これみんなでやり直されないから。よしよし、これ一人だからね、いけるはず。じゃあ、オッケー。待って、これみんなでやり直ししないよね、大丈夫？これマジで大丈夫？いや、ほんとやり直しされそう。よし、オッケー、これ避けていきます。僕ちゃんと避けています。避けゲーですね、これ。はい、もう、いや、待って、やり直ししないで、マジで。あははは、やっぱり。くっそー。いやー、ごめん、なんで謝ってんの僕。お前らのせいだよ、もう。自分のせいなんですけどね。これ僕渡っていきます。先にフラワーがあることはお見通しです。ここに確かフラワーがあったんですよね。よし、オッケー、もうマッハで行こうか。で、このまま左に行きます。次でしょ、次がドッスンの場所じゃない？多分ここがドッスンの場所。そう、ここなんですよね。で、僕も一緒に乗っていきたいと思います。ちょっと待って、よし、オッケー。ちょっと待って、邪魔だって。これマジで危ないって。ほりゃ、押すよ、これ。待って、ちょっと待って、いやー、危ない、やったオッケーオッケー。いや、どっちが、めっちゃ押してたやん、協力しましょうとか言ってるけどさ。いや、でもここ待って、1回しか当たれないの結構きついね。よし、次こそ僕ここクリアしていきます。やった、危ねえ、これほんとマジでやられると思った。いや、これいけるっしょ、もうここまでだったらいけるでしょ。まあ、さすがにね、今回僕みんなでやり直しはさすがにしませんね。ルイージも多分してくるでしょ、みんなでやり直し。これでゴールかな、多分ゴールでしょ。ほらめっちゃ熱いね。一旦これ取っておきます。いや、なんもないな。あのドッスンがさ、戻ってくるまで相当な時間かかると思うんですよね。よし、オッケーオッケー。あ、しかもこれ早いパターンのやつじゃん。よー、ちょっと待って、やばい、やられたらここでシャレになんない、マジでここでやられたらシャレになんない、こんなところで。よし、オッケー、踏んでいこう。
よし勝ったでしょこれ。いや絶対勝ったよね。やったあー、どうもお疲れ様でした。なんて言った今。最近ですね、 A 隊の方と当たることがめちゃくちゃ多くなってきてますね。まあ A と S クラスっていうのもですね、かなりの差があると思うんで、ちょっと任天堂さんそこら辺はですね、ちょっと避けた方がいいんじゃないかなって思いますけど、どうなんでしょう。頑張って、これは危ない、これはゆっくり行かなきゃ危ない。よし、 OK。 僕はね今チビ状態ですから、ちょっと慎重に行きたいと思います。キノコとかあったらね、もうバンバンで、ね、当たってもいい覚悟でどんどん行けるんですけどね、ちょっとチビ状態だからね、ちょっと待って、危ない、こういうの、こういうの、危ねえ危ねえ。お、でもゴールできました。ありがとう、みんな、ここで僕みんな待っておきます。それじゃあ次のステージやっていきますが、これはアイテム取らないで僕いきます。最初僕ね、マジでアイテム取りたい派なんですけどね。よいしょ、OK、OK、じゃあジャンプ。いや、このコース結構簡単そう。うわー、でかくなんないのか。でかになってほしかったな。ちょっと、よし、OK、ナイスジャンプナイスシャガシャン、 OK、 勝ちました、これはもう勝ちました。よし、ジャンプタワーバーサス登る系のバトルっぽいね。なんか登る系のバトルって僕ね苦手だったんですけど、なんかやっていくうちにすごく楽しくなってきてますね。いや、いいね、登る系のバトル。今回僕は赤の土管に入っていきたいと思います。一番下だね、ここは忘れないようにしよう。赤の土管ね、赤の土管。よし、 OK、 でもう一丁。いいね、なんか新しいね、あのオンオフの変わり方。そしてこれは真ん中か。いや、真ん中絶対やられると思った。で、このジャンプ、うわ、キノピコマジで速そう。ジャンプジャンプ、お、いいねいいね、めっちゃいい感じで、あのキラーが開いてる。おっとっとっと、よし、うまい。うわ、キノピオうめえ、マジで速いと思ったんだけどな。うわ、うまかったな、この人踏みすぎ。それじゃあこの楽しそうなね、まあ非常に楽しそうなコースやっていきますが、なんかね雰囲気的な1の1感が出してますけど、これはちょっと待って、ジャンプして渡っていく。で、これ4つ目の土管かな、ここに入ると近道みたいな。え、なんこれ、え、ちょ待って、危ない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 受験部に当たっちゃうって。待って、ゴール早くない早くない、ちょっと待って、ここでしょここでしょ、絶対ゴールできないよね。めっちゃね手が温まってるんで、まだやりますね。非常にねいいコンディションです今僕です。のでもうちょっとだけやりたいと思います。やっぱ雪のステージ多いな、やっぱクリスマスだからかな。キノピコよろしくね、よろしく。キノピコ止まってない、え、待って、ラグい感じ。え、キノピコどうした、キノピコ。わ、このコースマジで知ってるよ僕、このコースもうちょっとでゴールがあるでしょ。いや、なんかね結構モデルとかなってるコースなんですよね。いや、ちょっと待って、これここあー、もうゴールあされた、もう終わった。でもゴールしようね、ゴールしよう、ここでゴールなんですよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。